赤星赤崎せよ赤星回しますよろしくお願いします。ということでビストロヤッサンです。群馬群馬県沼田市まで遠征行ってまいりました。ねご覧ください。こちらはですね上越線の沼田駅というところで、徒歩だと21分の距離ですが、隣にですね農協か何か無料駐車場があります。ここ使っても OK ということで、ベースはですねダイニング居酒屋さんなんですね。これ確か見た目がねそう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 ラーメン屋っぽくない、あの洋食系のメニューがすごい豊富なんで、ちょっとあのメニューを見てくださいね。あ食券とか言ってきますか。オーダー制ですね、はい。バングラデシュカレーバングラデシュカレーうなぎ飯どっちも石焼き、ね、それからステーキにピザにハンバーグに、まあ、子供の夢みたいに詰まってますよ。すごいねすごいねこれね。で、その中でも、ランチの時間帯だけやってる、まあ、インスパイア系でしょうね。っていうのは僕は今回選択しております。無料トッピングもあって。そうなんですよ。全部できますよ。着弾、ね、で着弾、さあ、見ていきましょう。上から舐めるようにして。昔のなんか脱衣麻雀のゲームみたいな。いや、あったけど、こんな感じだった。ランチ限定、大ラーメンで選択。野菜、ニンニク、油、辛めと。ニンニクはねセルフで、あなるほどございますね。で豚はこれしてませんが、こんな塊ですか。2個くるんですね。紐の跡がさ、紐の跡がさ ねワイルドです。でニンニクはこのメニューを頼んだ時だけ、あの厨房からこれドンと出してくれますね。現れる、ここで現れます。攻略本みたいな感じになってる儀式みたいな。店員さんがね出してくれたんでしょ。まあその可能性が高いね。それしかないんだよ。豚肩肉でしょうかこれはね、とてつもないホロホロかけ、直径に用意されてる豚とはまた違う美味しさがあっていいですね。インスパイア系ならではの味ですね。これはね美味しかった。中まで返しがしっかり染み込んでますよ。そしてなんと群馬県産の豚塩としてということで、まあ、地産地消ね、エビ乳化スープでございますね。返しもビリッと決まっているんで、とても美味しいスープですね。辛めも効いてるのかなやっぱりね。そしてどんどんいきます。油、野菜、マシマシできません、できませんけども、まあ、油がねかなり乗ってて組み合わせもかなりいいですよこれね、まあ、十分の量ですね。そうなんです、そうなんです。だから、まあ、逆に多いかどうか分かんない人は、マシとは言わない方がいいかもしれないね。なるほど、全部と言った方がいいかもしれない。それからシャキシャキ感、まあ、ちょうどいいですね。美味しいと感じるバランスの良さでございます、続いてが麺ですが、ここ注目ですよ、まずはグラム数ね。少なめが200、小が300、大を400ということで、はいはい、まあ、ちょっとラーメン二郎っぽいですね。小が通常サイズということで、これなんですが、見た目からおなんかすごいね。ねえこれめちゃくちゃストレートなんですよ、あんまりないですよねこのストレート感の麺は。珍しい、島谷ひとみぐらいのいや髪の毛で言うのね、島谷ひとみぐらいのいい髪ですけども、すごいね、いいシャンプー使ってそうだよね。いいシャンプー使ってそうね。形状として平打ち麺、力強い歯ごたえですよこれは本当に、麺の重みがすごい作るときね、で茹で具合かなり固めなんでね、また例えちゃいますけども、蓮見さんのですねちょっと手前ぐらいのインパクトはあるよと。あじゃあ相当硬いね。相当硬いですこれね。ラーメン専門店じゃないんですよ改めて言いますけど。そうでしたわ、あそうか、夜はもうだから居酒屋さんだからね。ビストロだもんな、ビストロ屋さんだから。ウィムッシュだもんな、ウィムッシュだもんな。ウィムッシュ、次にいっちゃいますね。ニンニク、はい、これはもうお豆なんか言えしたすいませんね。そうだよ、てんてんてんに、あのね、2人とも気づかなかったっていうことで、ね、隠してましたけど。そうだよ、あの若気の至りじゃないや、若干塩気のようなね、若干っていうのは若気の至りって言わせになっちゃった。ニンニク、中さじで 2.5 入れましたが、まあ、辛さはね、あのそんなにない。ニンニクの風味をあの普通に楽しめるニンニクでした。これは想像通りのニンニク。卓上情報ということでね、卓上に返し胡椒置いてません、置いてないんですけど、はい、まあ言えば持ってきてくれんのかなかもって言ったんですか。言ってないんですよこれが。確定情報出してくれよ。十分美味しかったんで。ああまあなるほど、ね、そう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 、でしかも店主さんこれなんて独学で全て、はい、やったということでね、奇才ですもん、ラーメン作りの奇才。あとこれは季節ごとにね、いろんなインスパイやってるんですよ。天一もありまして、過去には家系とかもやってたっぽいですね。すごいね。というわけで、ごちそうさまでございました。下の受け皿のね、ビストロ感もあ確かにそうやってるね。ということで、ステータスでござんすが、
マシマシレベル 88.48 です、うん、ねえ、いや沼田ってね、うん、群馬県の中でもかなり北の方にあるんですよ。あ、そうなの。本当に本当にその辺のね、地理がよくわかんない。あ、なるほどね。前橋とか高崎の、うん、北側に渋川っていうでかい町があって、うん、ここに二郎系だったんだけど閉店しちゃったの、うん、でそこが最北端だと思ったら群馬の、うん、その上にあったの。なるほど。さらにですね、西側にある村に、うん、村、ロックハート城というですね。ロックドイツ、え、どうじゃなんですか、バングラディッシュだったいや、まあそうだけど関係ないんだけど、イギリスからなんとイギリスにもともとあった城を解体して遺跡したの。築城したの。マジ本当に。そのパーツを持ってて、パーツ全部持ってきて、で行ってみたの。あ、行ってみたの。行ってみた、そしたらただあるだけかと思ったら、そこがでかいテーマパークみたいになって、言ったらね、USJ にハリーポッターのエリアあるじゃん、はいはい、それもう行かなくてももうマジでホグワーツ、マジでマジでマジで。これ伝わらないけど、うん、財津和夫が作ったのよ、そのサボテンの花の。財津和夫じゃない、どうしてわかったっていう方、津川さん。全然ちげえじゃん。津川まさこ。ちょちょちょ、ごめんごめん。ちょ待って待って。津の字が入ってたから。いや、全然違うじゃん。ちょ。津川まさこ。サラリーマン金太郎のボスでしょ。そう津川まさこさん。ああ、よかった。よくわかったね、今ので。ああ、よかったよかった。が、ゆきじの旦那だっけ、そうだね。笹岡ゆきじさん。津川さんが、まあ、仲介として、ここに築城しようって言って、持ってきたの。面白かった、そこも。ちなみにロックハートのロックハートっていうのは、うん、ティファロックハートのロックハートかと思いきや、うん、いや思わないよFF7 と思わないよ。そう思わない。石の心だと思うじゃないですか、ロックハートね。違うんです、うん、戦争で王様の心臓を鍵かけたらしいんですよ、LOCK の LOCK だから、ロックした心臓というのが由来になってるという意外な、ことも学べるロックハート城。ロックハート城の話もうね、すげえ変わって全編ロックハート城。ビストロ屋さんの話じゃなくて、ビストロ屋さんも知ってるでしょ、ロックハート城については。ロックハート城の方が長いからさ。いやいや、そロックハート情報乗っけといてください、ちゃんと。あ、乗っけますか、はい、乗っけます。住所とかね、はい、お願いします、ビストロ屋さんをぜひお願いします。ごっさんです。